さんが言ったと思うそうでないそうですということで、皆さん山下美月卒業コンサートお疲れ様でした。もういいわお前、本当にもうこのくだり何回やんねんお前、3連続ぐらいで動画の始まりでやってるわっていう感じでね。まあお疲れ様なんですけどもね、お疲れ様なんですけども、もうええわと。しつこいのよね、しつこい男は嫌われちゃいますからね。本当に女の子からね、彼女募集中ですと。この動画で彼女募集するのはお前ね、キモオタの分際でやめてくださいっていう感じなんですけれどもね。今回はですね、山下美月卒業コンサートに来ているオタクに36枚目シングルセンター予想を聞いてみた。オープニング撮り忘れました。オープニングもその現地でね撮ろうかなと思ったんですけども、忘れちゃいましたね。しっかり忘れちゃったんでね、しっかり忘れるっていうことをやってしまったんでね、今ね家で撮ってるわけなんですけども、オープニングね撮ってるわけなんですけども、まあ、山下美月卒業コンサートを、まあ、現地行ってきてですね、まあ、そこで、その現地に来ているね、乃木オタの皆さんに、まあ、ちょっとインタビューさせていただきまして、まあ、そのインタビューの内容、今回がですね、36枚目シングル、まあ、美月がね最後35枚目シングルでセンターを務めても素晴らしい期間でしたね、素晴らしい35枚目シングルでした、チャンスは平等ね。じゃあ次、まあ、美月この卒コンでね卒業しまして、じゃあ次の36枚目シングル、もうここめちゃめちゃね大注目だと思うんですけどもね、僕的にはすごい楽しみだし、次の36枚目シングル、その36枚目シングルのセンター、まあまだちょっと早いかもしれないですけどね、時期的に36枚目シングルセンター誰だと思いますかっていうね予想をちょっと聞いてきましたので、インタビューしてきましたので、今回はねそれを見ていきたいなというか、この後ねインタビューの様子見ていただきたいなというふうに思います。まあ僕のね36枚目シングルセンター予想は内緒。うざいな、まあ、ちょっと僕のねまた選抜予想とかも出しますんで、僕のはちょっとね内緒っていう感じなんですけども、でまあねこの後ねインタビュー動画流れるんですけども、毎回のねインタビュー動画過去のもそうですけども、まずねインタビュー答えてくれた方本当にね今回もありがとうございましたってい うまずはその感謝とですね、あとはこの動画見てる人に対してですね、インタビュー答えてくれた方はもう本当にありがたいことなので、まあ、何を言っていようとですね、インタビュー答えてくれた方へのこう誹謗中傷というかね批判的なコメントは、ね、僕に対してはね、うわお前キモいわと、言ってくれ、何回でも何度でも、ね、言ってくれていいんで、インタビュー答えてくれた方への、ね、批判的なコメントは控えていただけるとありがたいなというふうに思います。まあ、あとはねこれあくまでそれぞれの予想に、なりますので、その予想に対していやそれはないだろうとかね、まずは人それぞれですから予想というのも、しかもねまだこんな、ね、まあ、36枚目シングル発売決定もしてないまだ早い段階ですから、その予想っていうのに対しても本当人それぞれだよっていうところはね、理解していただけたらなというふうに思います。じゃあねちょっと前置き長くなっちゃったんですけども、ここからね、まあ、結構たくさんの方にインタビューできたので、インタビューの様子見て、もらいたいなと思います。山下美月卒業コンサート現地にいるオタクに聞いた36枚目シングルセンター予想どうぞ。はい、ということでまずはねこちらの方です。今インタビューやってて、まあ、今日ね美月の卒コンで美月最後じゃないですか、はい、まあ、35枚目シングルは美月が最後センターだったじゃないですか、はい、で次36枚目シングルのセンター誰なのかっていうのを聞いてるんですけど、はい、予想誰か教えてもらっていいですか。予想なんですけど、はい、自分の推しであるナギ、はい、ナギ推しメン、ちょっとまたまたねやっぱ推しメンだからっていう理由で、はい、まあナギね去年もね夏センターやってたやつだから、今回またね来るかもしれないということで、ナギということで、はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、はい、今日ね水木のでみずき最後じゃないですか、はい、まあ、35枚目シングル、はい、まあ、最後みずきがセンターだったじゃないですか、はい、でじゃあ次36枚目シングルセンターは誰なのかっていう予想をちょっと聞いてるんですけど、どうですか、誰だと思いますか。僕はヨダちゃんだ。ヨダちゃん、はい、理由とかあります。もう最近センターとかなかったので、ああ確かにね、ここでついに来るのかな、来ると、はい、ヨダちゃんということで、はい、続いて、こちらの方です。今インタビューしてまして、次36枚目シングルのセンター誰予想なのかっていうのを聞いてるんですけど、どうですか。菅田さつきちゃんが、おさつきちゃんが、はい、推しなので、推しめの、やっぱ推しめセンターにねなってほしいですよね。そうなんですよ、ちょっとなってもらいたいなっていうのはちょっと希望があります。希望が、はい、さつきちゃん予想で、はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、次の36枚目シングルのセンター誰予想かっていうのを、誰だと思うかっていうのを聞いてるんですけど、今水木推しなんですけど、あ、次、はいはい、卒業したらやっぱ次はあやめ推しになるので、で今回アンダーセンターに選ばれてることで、確かに次の36枚目シングルのあやめんということで、あやめ予想、あやめ予想でした。推し面がねセンターやってほしいの、やってほしいです、あやめ予想ということで、はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、
次36枚目シングルのセンター誰だと思うかっていうのを予想聞いてるんですけど、誰だと思いますか？そうですね、次のシングルは井上凪ちゃんだと思います。凪来た、はい、理由とかあります？今回やっぱ瑞稀が卒業しちゃって、ね、なんか未来へ託すっていう4期とか5期の次の、ね、未来の次の世代に託すっていう意味でも36枚目シングルは凪予想で、凪予想で。はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、はい、次の36枚目シングルのセンター誰だと思うかっていうのを予想聞いてるんですけど、誰だと思いますか？やっぱり作田。作田なん、理由は推しメンだから。推しメンでもありますし、国政楽曲の17分間ね、神曲、萩ちゃんに続いて兄弟曲で、次は作田が来るのじゃないかな。サクタン予想で。サクタン。はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、次、はい、36枚目シングルのセンター誰だと思うかっていうのを予想聞いてるんですけど、はい、誰だと思いますか？自分は誰かなと思って、ヨダちゃんにまたセンターやってほしいなって思ってて。ヨダちゃんだ、はい、最近ね、やってないし。やってないし、ここでそろそろもう一回いいんじゃないかなって、はいはいはい、ヨダちゃん予想で。はい、ヨダちゃん。はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてて、はい、次の36枚目シングルのセンター誰だと思うかっていう予想を聞いてるんですけど、はい、誰だと思いますか？まあ、予想はサクタンとか、サクタン、サツキちゃんとか5期生の子たちが来るのかな。5期生が来るんじゃないかっていう。でも個人的に久保ちゃん推しなんで、単独センター見たいなって、来てほしいなっていう感じですね。来てくれたんだけど、まあ、来てほしいのは久保ちゃんみたいな。来てほしいのは久保ちゃん。5期生でもめちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。好きなんで5期生も。はい、それでこちらの方々です。今インタビューしてて、36枚目シングルのセンターが誰だと思うかっていう予想を聞いてるんですけど、こちらからどうですか？わー、山本蓮香ちゃん。もう、センター、はい、理由とかありますか？やっぱ、夏盛り上げたいっていうのが、3期最年少じゃないですか。今日瑞稀の卒コンで、3期が盛り上がっていくためにも、やっぱ蓮香がまた夏やったことないので、確かにね、座長をやってほしいなと思います。35枚目でもね、1列目来たしね。そうなんですよ。次はセンターじゃないかなって思ってます、はい、どうですか？自分はカッキーから。カッキー、なるほど。理由とかあります？そうですね、まあ、今回、まあ、山の卒業シングルがあって、でまあ、次誰ってなった時に、個人的にはずっと山を推しメンとしてずっと近くで見てきたカッキーがまた夏を盛り上げる、ね、水木の次に盛り上げると、うんうん、っていうのめちゃめちゃなんか面白そうなんじゃないかなと。ジェスさんとカッキーが、はい、続いてこちらの方です。今インタビューしてまして、次の36枚目シングルのセンター誰だと思いますかっていうのをちょっと聞いてるんですけど、どうですか？そうですね、今作で水木卒業しちゃうんで、っやっぱりエースが卒業する後って、はい、大体ダブルセンターとかが、はい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 、なんか来そうだなっていう気がするんで、で夏じゃないですか。夏大好き。これでツアー多分回ると思うんで、5期生の5期生の渚かな。渚来るついに。渚来ても全然多分暑いんじゃないですか。それがちょっと期待したいっす。渚のダブルセンターで。ダブルセンターで。はい、続いてこちらの方です。いやー、すいません、また来ちゃいました。誰も覚えてないよ。あ、そう。今インタビューしてて、はい、今回は次の36枚目シングルのセンター予想っていうのをね、聞いてるんですけども、どうですか？今回ダブルと予想します。ダブル。はい。ダブル誰ですか？マギちゃんと、マギちゃんと、アヤです。アヤ、僕の推しメンじゃん。はい、2人。はい。僕の推しメンがセンターになると。そういうことですね。やっぱ、ソウさんが、やっぱ、ずっと応援してるから、なるほどね。あるんじゃないかな、みたいな。いいかなと。はい。じゃあ、マギと、マギと、アヤちゃん、はい、センター予想と。はい。ということで、の、イッツァカップルラインはは何やってんだよ。I'm gonna